浜松町イノベーションカルチャーカフェ。今週はブックス代表の高貴佳さんと株式会社オトナル代表取締役の八木泰助さんにお越しいただきました。高さん、八木さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずは高さんのプロフィールをご紹介します。高貴佳さん、中国の清華大学を卒業後、2012年三井物産に入社、化学品本部、インドネシアの事業会社への出向、モビリティ第二本部を経て、2020年に三井物産の 100% 子会社で新規事業を創出するムーンクリエイティブラボに移動されました。2021年2月にはビジネスパーソンの学びを支援する音声メディアアプリ BOOKS をリリースされました。というわけで、コウさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コウさん、なんかもうプロフィールがこう質問したいところ満載なんですけど、コウさん、中国のね、中国の東大と言われてる、今ものすごく名門校ですけど、中国の清華大学をご卒業されて、そして三井物産に入社されたっていうことは、中国の超名門大学から日本の会社に就職したわけですね。これなんで日本にいらっしゃったんですか？当時日本語を勉強させていただいたこともあって、はい、あと大学3年生の時日本に1年間来てたんですね、で最初の半年間はその全日空さんの空港でその地上係員としてインターンをやらせていただいて。あ、全日空のインターンやってたんですか？そうなんです、はいはい、チェックインとかやってましたね、はいはい、でその後の半年間はその早稲田大学で交換留学っていう形で、はい、勉強させていただいて、なんとなくなんか1年間じゃやっぱ足りない気がして、ただじゃ研究員として来るのか、それともまあ働く就職するために来るのかっていうオプションはあったんですけど、まあ、そこでたまたまこの三井物産っていう会社がまあグローバル採用って言って、まあ、その日本で留学して卒業した学生を日本で採用するのではなく、現地に行って現地の大学生をまあその本社採用っていう枠で採用する活動をやってたので入社しました。今聞いてくださった方分かると思うんですけど、中国の方ですからね、めちゃめちゃ日本語上手なわけですけど、実はもともと僕、コウさん、このまさにブックスというこれからご説明いただくサービスの関連で存じ上げてるんですけど、確か4カ国ぐらい喋るんですよね。確かね、5か、はい、中国語と今ペラペラの日本語と、あと何語喋るんですか？英語はまあその受験勉強でずっと、はい、やったからね。英語、はい、あとは？そうですね。あとはインドネシア語と韓国語を喋れるんです。すごくないですか？すごいです。いや、すごいですよね。そして三井物産2012年に入社したっていうことは、もうお勤めになって 8年かそのくらい経ってると思うんですけど、ムーンクリエイティブって新しいビジネスをされるまでは何をされてたんですか、三井物産で？そうですね、最初の4年半は、アンモニアっていう、まあ、その飼料とかの原料になる化学品の、トレーディング事業をやってて、でインドネシアに行って1年目は勉強させてもらったんです、言葉を、はい、学生みたいな立場 で、はい、でその後、まあ、鉄鋼製品、鉄板ですね、を販売する事業会社に出向、はい、本当工場だったんですけ ど、はい、アンモニアやって鉄板やって、はい、で最後はちょっとかっこいい航空機を、航空機の、はい、航空機ファイナンスか。そうです、はい、まあ、そういったまさに商社みたいな仕事をやって、はい、そして2020年に新規一転ですよね、新規事業を創出するムーンクリエイティブラブというのに移動された。このムーンクリエイティブラブっていうのは、このね、天下の三井物産の中にある新規事業を作る部署だってことですね、はい、そうですね、はい、でそれで、まあ、ムーンクリエイティブラブをこだわってるのは、01の案件を作りますよっていうことにこだわっていて、まあ、その4万5000人の、まあ、社員からアイデアを吸い上げて、それを、まあ、事業化していくことをやっているのが、まあ、ムーンクリエイティブラボです。なんでこういうことをやりたいと思ったんですか？中学校高校とかの学びって本当に受験勉強のためだけに何かを学んでいて、それが楽しくなかったんですね。ただその大人になって、あんまりそういった圧迫感を感じずに、自分が知らないことを知った時のそのワクワクってものすごい楽しい体験だなと思って、そのこういう体験をもっとたくさんの人に届けたいなっていうのはずっと自分の中ではあって、
でたまたまその三井物産に社内企業制度っていうのができたの でかつ音声っていう媒体で、まあ、紙の本だとかもしくはその動画とかと比べるとすごいハードルが低くて生活にも溶け込みやすい媒体なので、うん、この媒体を使ってこういう事業をやりたいですって思ってそのムーンに移動して今に至ります。なるほど。あの改めてその今まさにそのムーンクリエイティブっていう、はい、三井物産の新規事業をやるところで甲さんが今進められているのがブックスという音声メディアアプリなわけですけど、はいはい、これはあの実はこれはわざとらしいけど僕は実は参加させてもらってるんですが、はい、ブックスっていうのはどう今実は結構注目されてるわけですよね。どういうサービスだっていうふうに、はい、あの改めて教えていただけますか。そうですね、一言で言うとその10分とか20分っていう隙間時間さえあれば気軽に学べる音声メディアです。でそこに多分、まあ、いろんな指揮者と言われるような方々とか、はい、本の著者とか、はい、そういう方が出てきて、はい、10分だけ話すと10分で、まあ、その一つのテーマについて、はい、それをまあ6話分になるので、うん、まあ、合計60分で一つのテーマについて語っていただきますと、うんうん、でリスナーの方はそのまあ60分っていう時間をボックスでそのコンテンツを聞いていただければ、まあ、そのテーマについて知ることができますよっていうのがコンセプトですね。なるほどね。でなんか、はい、わざとらしく聞いてますけど、あの、はい、実は僕はそのブックスが、今年ね、まあ、いわゆるローンチというか、はい、商品化された時に、一番最初 の、 その実は、はい、語り部として、はい、一番最初マスターだったんですか。まあ、あの僕だけじゃないですけど 5、6 名の方がですね、はいはい、選んでいただきまして、で実はねあの喋ってきたんですよ、はい、なので実は僕のコンテンツがまさに10分かける6でありまして、うん、これどうですか、始めてみてかなり反響っていうのは。そうですね、思ったより反応が良くて、うん、まあ、もちろん課題もあるんですけど思ったよりはたくさんの方々からまあ好評いただいてますね。という、はい、いずれにしてもだからそういったその10分で皆さんの通勤時間とかに学びになるようなものをっていうことがあの反響を得てるということで、今非常に注目されてる音メディアの会社をあの組織あのビジネスを引っ張られてる方なんで、じゃあ今日はその音のビジネスということでいろいろお話を伺いたいと思うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いて八木大輔さん、リコージャパンを経て楽器EC 事業を起業、2013年にはウェブメディア事業を行う京橋ファクトリーを創業し、その後事業売却、2018年にオトナルに社名を変更し、現在は音声広告と音声メディア支援の事業を展開しています。というわけで八木さんどうぞよろしくお願いします。八木さんの方もですね、オトナルという会社、はい、これ今音ビジネスの分野では非常に注目されている会社なんですが、まだまだあの知らない方も多いと思うんで、オトナルってどういう会社かっていうのをまず教えていただけますか。はい、一言で言うとあのデジタル音声広告と言われるインターネット の、 あの音声広告の会社です。うん、でまあ、インターネットの音声広告って何なのかっていうのはこの後ご説明させていただくんですけど、はい、あのやってることは2つありまして、1つはインターネットの、 あの音声インターネット上の音声広告の販売をやっています。これは広告代理店事業ですね。で2つ目はあのインターネットの音声広告を出せるメディアがまだ日本にはそんなに多くないので、うん、その開発実装をやってメディア自体も作ってますし広告枠自体も開発してるみたいな。つまり広告代理店っていうのは、はい、まあ、あの我々の簡単なイメージだとテレビなんていうのは当然テレビの CM の枠がありますよね、はい、あの CM の枠っていうのは当たり前ですけど広告代理店、まあ、例えば電通とか、はい、ああいった会社がそこに出向したい企業と、それからそのテレビ局なんかをつないでるわけじゃないですか、はい、でこういう CM 作りましょうみたいな、はい、オトナルはそれの音版をやってるっていう、はい、そうですね。かつあの音のメディアって、はい、まあ、一番代表客はラジオ、そうですね、まさにこの浜カフェのラジオがそうですよね。はい、で我々はそのラジオっていうのはマスメディアなんですよね、うん、でインターネット広告なのでインターネットの音声広告でデジタル音声広告とか言われますね。つまりラジオをやってるわけじゃないわけですね。それ以外の、はい、例えばあの、はい、我々に馴染みのある音メディアでいくとどういった媒体に広告を出されてるんですか。はい、でそのお話をした方が分かりますよ、ね。はい、具体的にはあのおそらく今日ここ聞いていただいてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、ラジコ、ラジコね、ラジコっていうのはあのラジオ放送が聞けるアプリなんですけど、実はあのアプリ側にも音声広告出稿することができて、あれはデジタルでつながってるので、あの例えば入札型でプログラマティック広告みたいなことができたりとか、実はラジコ側に出稿することができます。ラジコ側だけの出稿ってできるんですね。できるんですよ。すなちゃん当然知ってますよね。今あのいわゆる
オーディオアドワークっていうのがあって、あの聞く人によって広告が違うっていうラジコの枠があるんですけど、ターゲティングできたり、ひょっとしてそれをやってるのが八木さん？あ、そうですね、我々も、まあ、そのうちの一部を販売させていただいているので、そのプロフィールとかでこの人にはこういういわゆるアドテクってやつですよね、こういう広告が当てればいいっていうのをやってるっていう、はい、あ、そうですね、ターゲティングで、まあ、年齢だったりとか性別だったりとか、まあ、掛け合わせられる場合は趣味嗜好のデータとかを掛け合わせて、あの広告配信を行うっていう形ですね。ほー、これなんでね、この音の広告代理店っていうのに注目されたんですか？はい、まあ、我々は先ほど申し上げた通り代理店機能は一つで、うん、もう一つはアドテク会社なんですよ、正体は、我々の正体は、はい、で、あの注目した理由は、あの、まあ、私2つあるんですけども、まあ、実はきっかけはスマートスピーカーで、はい、2017年にスマートスピーカーが国内発売されたんですよ、はい、アレクサですね。で、あのちょうど私そのタイミングでウェブのメディアを昔やってたんですけども、ちょっと事業を転換しようと思ってた時期でして、でその時にあのまずスマートスピーカーが出てきたので、これなんか自宅に1台みんな買うのかな、で、あの今ラジオを聞いてる方で、はい、自宅にラジオある方っているのかなって私思ってて、多分結構いないんじゃないかなって思う、うん、若い人は自宅に1台持ってないなって思うんですけど、うん、まあ、もしかしたらこのスマートスピーカーが出てすごい普及していくと、ラジオの代わりみたいに一家に1台テレビがあるみたいになっていくのかなっていうのをなんか想像した時に、はい、音声メディアこのハードウェアで進歩で発展しそうだなっていうのが一つ目ですね。でもう一つはたまたまその時私あの子供が生まれたタイミングで0歳だったんですけども、まあ、抱っこしながらあの仕事してて、ああもう片手使えないわって思って仕事してたんですけど、結構 Google ドキュメントの音声入力とか機能を使うと、まあ、実は片手だけでも仕事できたりとか、うんうんうん、インプットも音だけでできるみたいなことに、音と声と片手でなんとか仕事ができる、そうなんですよね、っていうことに気づいて、これ音声すごいいいなって思ったので、そのコンテンツの魅力と、あとハードウェアが発展してきてるな、かつこれは多分10年後にハードウェアが一気に普及するんじゃないかっていうところで、あの音声面白いなって思ったのが、はい、きっかけですね。面白い。だから10年その頃から音は来るだろうと思ってて、はい、じゃあその広告代理店をやろうって思ったっていう、そうですね、原体験とハードウェアのなんかこう発展っていうところを、そう感覚的に見た時にですね、今ラジコっていう話がありましたけど、はい、最近はねその音メディアっていうのは、はい、あのラジオ以外にもいろいろ出てきてるじゃないですか、はい、他にはどういうところに広告出されてるんですか？はい、あとはあの、まあ、これは一アプリではないんですけどポッドキャストですね。ポッドキャストね、ポッドキャストはちょっと特殊で、あの、まあ、Apple ポッドキャストとか Spotify とか Amazon ミュージックでも最近聞けますし、はい、Google ポッドキャストでも聞けるというふうにアプリは分かれてるんですけど、うん、ポッドキャストっていう配信フォーマットがあります、はいはい、でそれ以外だと今あの非常に国内でもあの出向が増えているのは Spotify、 Spotify、はい、音楽ストリーミングアプリ、うん、Spotify も実はあれ音楽と音楽の隙間に無料プランだと広告入れられるんですよ、はい、入ってます、僕も無料プランで聞いてるんで、はい、はい、あの広告枠とかも販売してますし、あれは実はラジコだけじゃなくてそういうのも八木さんのところがやってるっていう、結構我々があの提案しているものが入ってるような気はします。あとは最近は YouTube も実は音声広告を始めています、はい、へ、これは発表されたのは昨年の11月で、であの今この2月に公式でもう出稿配信できるようになっているので、はい、YouTube の画面がないバージョンです、うん、耳だけで聞いてても結構あの多分ミュージックビデオ聞いてたりとかする方も結構、あ、僕もね実はあの音だけだったりします、 YouTube、 あ、そうです、 YouTube 聞いてますね、はい、じゃあそこに広告が入ってきたらそれも音なるがやったものかもしれない、はい、ということですね、そうですね、はい、というわけで、じゃあこのまさにね音ビジネスのご専門家のお二人にこれからもっともっとお話を伺っていきたいと思うんですが、ここからはですね音声ビジネスがさらに活性化するにはというテーマで、音声ビジネスの周辺環境についてお話を伺っていきたいと思います。で、私の認識では今アメリカとかそれから中国っていうのはいわゆる音のビジネスっていうのが日本以上にものすごく盛り上がって、まあ、いわゆるビッグビジネスになっているというのが私の理解 で日本もそろそろ来るぞって思われていて、で実際最近だったらクラブハウスが注目されたりですとかポッドキャストとかそれこそボイシーとかいろいろ出てきてるわけですね。だからこそあの八木さんのこの音なるもうだんだんビジネスをすごく伸ばされてるってことだと思うんですけど、あのまずコウさんからお伺いしたいんですが、このアメリカとか中国が今これだけ音ビジネスが盛り上がってる中で日本はまだこれからっていう時に、その日本と、まあ、例えばいらっしゃる中国との違いってどこにあるっていうふうに思われてますか？そうですね、まずその、 あの音声のコンテンツで考えた時にそのプロが作ったコンテンツと、はい、あとまあユーザーが作ったコンテンツ
2つに分けられると思うんですけど、うん、そのプロが作ったコンテンツの典型例としてこのラジオで放送されてるコンテンツだと思うんですね、はい。まあ、この浜カフェもね、一応僕は佐藤幸残りのメンバープロが作ってますからね一応ディレクターとかね、うん、ディレクターも音声さんもね、すなちゃんだって一応プロ、ね、まあ、一応そうですか ね、はい、そうですね、はい、このプロが作ったコンテンツの市場っていうのは、うん、アメリカと日本と比べた時に全然その何ですかね、あの違いはないと思っていて、成り立ってる。アメリカと日本でプロは差がない。はい、そうですね、そのラジオコンテンツのこの事業モデルはそんなに差がないと思っていて、うん、その UGC つまりユーザーが作ったコンテンツ、これをちょっと切り出してみた時にアメリカと日本と中国はちょっとあの違う今発展をしているなと思っていて、はい、うんうん、まあ、ちょっとその浸透率で比べると、はい、このユーザーが作ったコンテンツ浸透率っていうのはアメリカと中国はもっと高くて、日本はこれから、はい、その素人が参加するところの大きさがもう米中と日本ではすごい差がある。八木さんはどうですか今のお話は。そうですね、プロの仕事がどれぐらい違うかっていうのはちょっと私多言語あまり全部わかるわけじゃないんであれなんですけど、コンテンツ自体のその確かに配信者の方のクオリティの違いみたいなところは結構あるかなと思って。クオリティの違い、はい、なんかリスナーの数とあの配信者の数って鶏と卵かなと思ってて、うん、そこのなんかバランスが結構あのまだそうもう少し伸びるかなっていう日本はね感じこれからっていう、はい、コウさん今めちゃめちゃうなずいてますけどどうですか。そうですね、本当にこのスタンド FM さんとかあとあのその似ている他のプレイヤーさんが出てきたのはこの数年だと思います、はい、ラジオトークさんとかあとスプーンさんとか、はい、あと REC さんでしたっけ、はい、ウームさんがやっている、はいはい、皆さんレックって呼ぶんですね、失礼しました、はい、出てきたのは本当ここ数年ですので、これから伸びていくんじゃないかなと思っていて、それと比べると中国にはライチ FM っていうリーチュー FM っていうのがあるんです。リーチュー FM っていうのが中国だとあるわけですね、はいはい、あれは完全にそのユーザーが誰でも配信できるプラットフォームで、ナスダック上場してるんですね、そのビジネスモデルで、はい、すごい、ナスダック上場してるんですか。そうなんです、はい、どのくらいの人が今その、はい、あの発信側としては使ってるんですか。その発信者の数はちょっとわからないんで、はい、MAU でいうと5200万人ぐらい、アクティブマンスリーユーザーってやつですね。そうですね、はい、が 5200万人ぐらい使ってる。つまり毎月5200万人の人が中国でそれを使ってると。はい、そうですね、それが、まあ、リーチュ FM っていうサービスで、うん、UGC なんですね。ヒマラヤもっとヒマラヤはちょっと総合系でそのプロが作ったコンテンツも配信していれば、その本当にあのユーザーの一般のユーザーの方が作ったコンテンツも混ぜて配信して、 YouTube なんとかっていうのは素人さんがメインで作ってるやつを配信して、それが5000万人ぐらい毎月使ってると、はい、でヒマラヤっていうのがまたあるわけですね。それはもっといろんな人が、はい、使って配信してると。そっちはもっと大きい。そっちはダウンロード、6億ダウンロードですね。6億ダウンロードアプリが、はい、日本の人口って何人でしたっけみたいな話ですよすごいっすね、6億ダウンロード、はい、中国 の、 あのどうなんですか、一番人気なのっていうのはヒマラヤとかですか。ヒマラヤが一番大きいですね、はいはい、でやっぱり私ヒマラヤがすごいって思うのは、あの6億ダウンロードになると50代のおばあちゃんとかも本当にヒマラヤ使ってそこで哲学系のコンテンツ聞いたりとか歴史系のコンテンツ聞いたりとか、そういう日々の生活を過ごすようになるわけです。いやこれちょっと驚きで、はい、あの我々からするとやっぱり音メディアってまだそのラジコがちょっと浸透したとかちょっとポッドキャスト聞く人がいるぐらいで、もうだから中国とかだと日常に溶け込んでるわけですね、その素人が作る音メディアのみたいなの含めて、はい、この辺相当まだギャップが日本と比べるとありますよね。八木さんとかどうですかこの辺は、はい、で私はあの課題であるというか、はい、まあ、そもそもじゃ日本がその中国とかアメリカに勝てるかって言ったら勝てないと思っていて、うん、でまず決定的な違いが2つ、どうしようもない課題が2つあって、はい、で1つは国土です。国土ね、国土が狭いんですよ日本は、はい、島国で、であの移動圏内も多分30分あれば車でもあの電車でもどこでも言えるという感じですね、はい、中国とかオーストラリアとか、まあ、ヨーロッパとかあとアメリカ、国土の広い国って車社会なんで、はい、大体あの片道出勤で1時間以上の車に乗ってるので、そうか車社会っていうのがでかいんだ、はい、
そうですね、ずっと暇なんですって。1時間半ぐらいやっぱ暇なんですけど、ずっと音楽聞いてると疲れると、うん、なんですけど、そのポッドキャストとか音声アプリとかを聞いてると、新たなこう学びもありますし、みたいなところで言うと、国土の広さは圧倒的に音声コンテンツの接触時間に比例しますっていうのが1点。なるほどね。でも面白いです。すなちゃんとかこういう視点ありました？まあ一応ありましたよ。結構ラジオはやっぱりそう言われてて、はい、アメリカとかラジオスターとかやっぱいるんですけど、日本ってそこまでこう市場が大きくならないみたいな、まあ、いわゆるこう日本の中でも名古屋はラジオスターが多いって言うんですけど、なんでかっていうと名古屋は車社会、うん、いや車社会ですかね名古屋ね。もう一点は言語です。うん、言語、これアメリカのポッドキャストとかが顕著なんですけど、例えばオーストラリアのポッドキャストランキングって上位バーって見ると、何が入ってるかってアメリカの番組入ってるんですよ。うん、まあ、英語ですからね。そうなんです。つまりアメリカで発信されてる番組ってインド人も聞いてれば、オーストラリアもイギリス人も聞いてるんですよ。聞けますからね。地球レベルでリスナーがいるって状態になるんですけど、日本語だとどうしても1億人を超えないっていうのが弱点で、で結局その広告マネタイズも海外向けのその広告配信とかもできちゃうわけですよね。アメリカで出向してインドにこうターゲティングして配信したいんだみたいなこともできちゃうんですけ ど、ね、中国もね結局6億ダウンロードってまあ十数億人いる国ですからね。そう考えると結構日本っていうのは乙女では期待したいんだけど、結構不利なわけですね。そうです。ベースがやっぱちょっと他の国とはちょっと違うところもあるよっていう、耳の箇所分時間は空いてるって言われてて、耳の箇所分時間、でもラジオがあるじゃないかって話なんですけども、はい、まあ、ラジオしか逆にないっていう中で、まあ、YouTube 電車の中で聞いてる人いるかもしれないけど、 YouTube は別にその車運転中は聞けないよねとか、はい、家事洗濯干しながら聞けないよねっていうところで言うと、実はそういう隙間時間で音声って1日24時間のうちの、まあ、家事してる時間が2時間あったら2時間全部音声つけてればコンテンツに接触できるじゃないですか。でそれ、その耳の箇所の時間はまだ空いてるって結構昨年とかまで言われてたなって思ったんですけど、うん、結構私の感覚だとクラブハウスが出てきて、はい、出てきましたね、クラブハウス、こう一気にこう火がついた感じ。いや、もともとやられてたプレイヤーさんたくさんいたんですけども、そこですごく皆さん良さに気づいて、そこの戦いが一気に激化するんじゃないかなみたいな感じです。4月からツイッタースペースっていう、あ、ツイッターも音声ビジネスに入るんですか？音声 SNS を4月から完全公開する、完全、これまでクローズドでやってたんですけど、でやってることはクラブハウスです。でもフェイスブックもね、似たようなの開発するって言ってますもんね。あ、そうですね。もうフェイスブックは完全に彼らもともと元祖 SNS で、うん、多分ポッドキャストとか他のガーファとかがやってるのは見てたんですけど、 SNS にこう自分の庭に入ってきたんで、なるほど、もうじゃあうちもやるわって多分なったのかな。コウさんにお伺いしたいんですけど、先ほどね、 YouTuber みたいなのが出てくるっていう話をしてたんですけど、中国では例えばそのまあ音声版のそのヒマラヤとかの YouTuber ってなんか何て言うのよく分かんなくなりましたけどヒマラヤっていう音声のラジオプラットフォームにプロとか素人とかいろんな人が配信するわけですよね。そこでは YouTuber みたいに成功する人とかが出てきてるはずで、例えばどういう人が出てきてるとかなんかあるんですか？こういうのが面白いとか人気があるとか、こういう人はなんかお金儲けてますとか。そうですね、ヒマラヤさんで何ですかね、そのマネタイズがうまくいってる方々は、お金が儲かってるヒマラヤ版 YouTuber ってことですね。そうですね、はい、あれですね、その本を読み上げる、まあ、声優さん、セミプロの声優さんとかが本を読み上げることによって、まあ、そのコンテンツとして出して、それがまあ広がって、そこから得る収入。プロとかセミプロの上手い人だとやっぱり聞き心地が違うから、はい、それで本読むだけでお金になるんですか？お金になるんですね、はい。儲かる人はちなみにどのくらいそれで儲かってるんですか？そうですね、そこまでは私はちょっと把握していないんですけど、はい、大体でも少なくとも生計立てられる、それだけで生きていけるので、はいはい、まあ、もっと儲かってると思うんですけど、はい、それを専業として生きていく方々が出てきてますので。はい、小説が人気だって今は聞いたことがあります。音声小説がをあれでも作ってるってことですね。音声小説シナリオも作って配信してる人とかはすごい人気で、もうそれだけで食べてるっていう。買うんですよね、リスナーがその人の小説聞きたいんでお金払うっていう。すごいっすね。それをだから紙で出版しないで音だけで出版してるっていう。そうですね、いわゆるラジオ小説ってやつですよね。あ、そうですそうです、はい、それがで生計を立てる人が出てきてる。出てきてますね、はい。まあ、それとあと加えて、まあ、その方はまあナレッジを持ってる、知識を持ってる方で、はい、その知識をコンテンツとして出して、まあ、課金モデルで販売していくことでものすごい
あの有名になるっていうパターンも結構あり、はい、それはシマラヤだけではなく、はい、本当にその課金ビジネスに特化したプラットフォームでも出てきてますので、うん、例えばどういう人とかなんですか。例えばその本当大学 の、 その北京大学の教授の先生で、北京大学ね、あのまさに黄砂が出た清華大学と並ぶ中国のね、はい、超有名校ですよね。そうですね、はい、そうですね、はい、でその先生があのテーマ経済学なんですよ。近いじゃん。すごい、あの、はい、はい、近い。え、北京大の経済学の教授ってことね。教授の先生ですね、はいはい、経済学っていうテーマであの1話10分300話のコンテンツを出して、はい、それをまあ5000円ぐらいの金額で販売したら、300話5000円、はい、45万人ぐらいが買ってるんですね。今僕とサーチがすごい勢いで計算し出しました、はい、何45万人が5000円払ってるっていうことね、はい、あれは買い切りですね。買い切りなんですね、はいはい、あのサブスクじゃなくて。そうですね、買い切りです。 いくらだいくらだ。 5000×45万、22億円。22億円、はい、でもその多分全部を取らないと思うんですけど、プラットフォームと、まあ、レベニューシェアっていうモデルだと思うんですけど、まあ、レベニューシェアでしょ、はい、とはいえ多分プラットフォームががっつり取るってことないから、はい、十数億円は、はい、その北京大の先生に入ってんだ。そうなんです、はい、おー、はいはい、ただここのポイントはそのやっぱり先生の方ですので時間あんまりないわけじゃないですか。このプラットフォームがかなり力を入れて一緒に作り上げたコンテンツになります。でも十数億円って、はい、まあ、北京大って多分早稲田大学より給料いいと思うんですけど、正直、まあ、数十億円は当然もらえないですから、はい、これやってた方がいいですよね、はいはい、私はお金だけのこと考えたら。そうですね、はい、それでしかも50万人の人が北京大学でやっている授業レベルのコンテンツを聞けるわけじゃないですか。うん、そこに行かなくてもすごい、あの社会意義も大きいことだなと私はすごい感じます。この方はまだ北京大の先生続けてるんですか。やめちゃったんですね。やめて、はい、専属になられたんですか。あ、専属になってないんです。いろいろやってるんです。あの、はい、ここでコンテンツも出したりします。テレビには出たりします。有名になりましたからね、きっとね、これで。じゃあそれでも北京大の先生はバカバカしいからやめてテレビ出たりこの音声コンテンツやることで数十億円儲けてるっていう。そうですね、はい、それだけではない。歴史を教える先生も全然無名な先生だったんですけど、そこで一気にまたヒットをして、うん、あ、そういう人もいるんですね。いるんです、はい、八木さんどうですか、この辺。さっきも日本はこの辺ここまで行くかって話ありましたけど、はい、これは日本でも来ますかね、こういう話は。そうですね、あの、あ、コンテンツで言うと日本は、私はあの、まあ、結構いつも思うんですけど、漫画とかあの声優とか、まあ、それこそ文化放送さんの得意な領域、声優、ね、ジャパニメーション系のコンテンツとかが、まあ、すごいチャンスなんじゃないかなっていう気もして、学習系はもちろんそうなんですけど、はい、対海外向けでも例えばあの某ジャンプ漫画とか、はい、あの英語で出したらめちゃくちゃ聞かれるんじゃないかなみたいな、あの忍者のやつとか、うん、あのカメハメハ打つやつとか、はいはい、だいたい言ってますけど、だいたい言ってますけど ね、あれを声優さんが、はい、音でラジオドラマみたいなのやったらいいんじゃないかってことですか。はい、例えばですね、日本のコンテンツで圧倒的に差別化できるのはあのそこだと思います。で、最近 Spotify がなんかマーベルとかとアメリカであのオリジナルポッドキャストを作り始めてて、結構そういうのと組んでやってますね。なるほど、ヒーローものと組んでみたいな。で、日本には圧倒的なそのサブカルコンテンツがあるんで、そこで戦えるなって僕は結構いつも思ってる。しかもアニメは日本の場合声優と紐づいてますからね。そうなんですよ、ここまで声優がこう強いその国ってあるのかなって。他に文化放送結構ビジネスチャンスありますね。思います、それ。ねえ、ただ各社今目つけてると思いますよまあね、ねえ、そう、目つけてるとちょっと言い方悪かったですけど。そっか、面白い。 どうですか、コウさん、今の八木さんのポイントは。実は日本は声優アニメビジネスのところがこれから実はここの音のビジネスでガッてインターネットでいけるんじゃないかっていう、はい、あ、ニーズあると思います。特にあの海外でその日本の IP からその発生されたそういうサブカルチャー系コンテンツはすごいニーズあると思うので、はいはい、もっと本当あってほしいんですね。日本語だけではなくずっとあの英語とか中国語のバージョンも、まあ、あんまないですよね。そのアニメ声優みたいなやつと、もう一つその中国でも大人気の学習系コンテンツ、こちらまさにね、今コウさんがブークスで進めようとしてるわけですけど、例えば八木さんなんかから見るとこの学習系コンテンツっていうのも日本で可能性はあると思いますか。音はあのお金の払い方とかはマネビジネスモデルだと思うんですけど、はい、学習系コンテンツかもうエンタメ
のこの2つしかお金を払うものってないと思ってて、あ、つまりリスナー課金、ビジネスモデルは2つしかないんですよ。リスナーからお金を取るか広告かしかなくて、うん、大分類する、はいはい、で、リスナーからお金を取る場合は多分学習系のコンテンツか、まあ、エンターテインメントでそのジャニーズにお金を伏せ入れるみたいな、私ガンダム好きなんだけどガンダムだったらお金払うみたいな、こういうケースしかないのかな。ガンダム好きなんでガンダムなら払いますね。でもあと学習コンテンツだったら払うと思います。だからもう、はい、学びになるか、はい、そのエンタメ系でこの人とかこのコンテンツのファンですっていう、はい、どっちかしかもうお金は払わないと、はい、リスナー課金だったら結構そこが強いかなとは思いますね。で広告系だったらもっとニュースとかでもいいかなっていう気はするんですけど、マネタイズモデルが。なるほど、はい、コウさんいかがですか。そうですね、はい、私もそのモデルとしては、まあ、大きく分けるとそれですね、うん、はい、そうするとじゃあエンタメ系の方も今さっきアニメ漫画って話がありましたけど、もしかしたら他にもなんかお笑いとか、はい、アイドルとかそのさっきのガンダムとか、まあ、ガンダムはアニメですけど、なんか結構日本は可能性があるわけですね。思いますね。なのでちょっと私はガンダム の, あの音声コンテンツをまあ切望してるわけなんですけども個人的にリスナーとしてね。あ、そうですね。でももう感覚としてそれ出たら絶対聞きますし、結局お金も払うなっていうのとかも思ってるので、うん、もう少しそれ発展したら面白いななんて個人的には思ってます。あとはとはいえでも一番やっぱり課金されるのは私は学習とかビジネス系のコンテンツかなっていう気はしてますね、うん、よくメディアのマネタイズとかでも、まあ、ビジネス系の新聞社とかいろいろあるじゃないですか、はい、あのニュースピックスとか日経新聞さんとか、はい、あの方がお金払うなんか ROI が明確だなって思ってて、 ROI つまり投資対効果ってことですね。そうですね、毎月あの、まあ、じゃあ3000円払っても別にそこから得た収益でもしビジネスにそれが転用できるんだったら3000円以上売り上げればいいだけなので。あ、なるほど。あ、それリスナーからしての3000円払う投資効果ってことですね。でそれ学習コンテンツだと圧倒的にそこが測れるので、うん、例えば自分の年収があのその英語学習とかビジネスの学習をした時に、まあ、音声でいいと思うんですけども、音声で学んであの年収少しでも上がったら多分全然それってペイすると思ってて、俺ラジオやろう今やってるわ今やってるわって話なんですけど、学習コンテンツヒマラヤみたいなヒマラヤみたいなやつをでね、今多分いろんな広告を音声で打たれてると思うんですけど、はい、まあ、いっぱい多分もう手掛けられてると思うんですよ。最近こういう音声の広告は面白かったとか、はい、反響があったとか何かありますか。そうですね、あのまあなんですかね、月並みの話になっちゃうと思うのは、まあ、ラジオ局さんって散々こう CM やっぱやられてるんで、はいはい、まあ、やっぱ声優さんを使ったりとか人気 の, その広告音声を作ると SNS でやっぱつぶやかれたりとかはするんですけ ど, あ、なるほど、まあ、でも我々がユニークなのはあの、まあ、アドテク会社の性質もあるのでわざと3パターンぐらいあの音声広告の原稿を作るんですよね。まあ、なるほど。あの念のためあのアドテクって知らあのな、はい、念のためもご存じない方に僕もその詳しいわけないですけど申し上げると、アドテクって今の時代ネットなんで広告をその聞く人とか見る人に合わせて当てられるんですよね。出し分けたりとかその人にはこういう広告みたいな、そこをだから実は AI も含めてやってるっていうのがアドテクで、それをだからまさに音なる音でやってるっていう。あ、そうですね、音声 の, あの広告をまあ、例えばの例ですよ、あのイケメンの声で喋らせて、なるほど、男性向けのターゲティングしているときは実は女性向けの声の方がいいんじゃないかっていうこととか、あと同じ原稿内でもその原稿の一部分だけ言葉変えてたりする作り方をしてて、そういうターゲティングで例えばオフィス街の女性はコーヒーが飲みたいかもしれないですし、あの、まあ、新橋の男性だったらビールかもしれないじゃないですか、うん、18時以降はビールかもしれないです、はいはい、今ちょっとあの飲めないかもしれないですけどっていうところの出し分けとかをやるような配信、広告配信をしてます。リスナー側もあの多分自分にマッチしたもの、自分に全く興味のない広告が流れないようになる。じゃあ究極系で逆に広告作る時も、はい、ちょっと今までよりもアドテクがない時代よりも、はい、僕ちょっと 4,5 パターン多く喋って読んでくれみたいな。あ、そうですね、もう前提として複数パターン作ってあの出し分けることもありますし、あの広告効果を定量的に比べることもできるんで、わざと2パターン作るんですよ、同じ商材で同じターゲットなのに。であの数値をいわゆる AB テストってやつですね、比較できるんで効果が高くなった方だけ残していくとかっていうので効果改善とかもできるので、はい。すげえ、今そんなことやってんすね。これでもバナー動画とかあとはウェブのバナーとかだともう散々やり尽くされてきた、昔からやってることではありますよね。そうですね。で音声はこれまで、まあ、なぜかあのあんまりそこが発展してこなかったんですけど、やっぱり海外市場とかあのポッドキャストとかいろんな音声メディアの発展でそこが今かなりできつつあるっていう感じですね。すごいですね、すなちゃん結構進んでますね音の業界。いやでも最初に聞いた時は本当衝撃でしたよ。え、
広告変えられるんですかみたいなというわけでこんなね音ビジネスのプロフェッショナルであるお二人からいかにこのにあ米中で音ビジネスが伸びてて日本も可能性があるかもしれないみたいなお話を伺ったわけですけど、もうまさにあの音の音声の広告代理店ということで、はい、今ビジネスをして収益化されてると思うんですけど、はい、今この音の広告代理店事業っていうのを、まあ、ざっくり言うとどういう形で、まあ、ちゃんとビジネスとして収益を上げて、はいはい、まあ、お金を儲けて成立させてるのかっていうのを教えていただけますか。はい、そうですね、あの我々は、まあ、端的に広告を販売することで収益が上がるっていうビジネスモデルです、はい、うん、でそれはあの仕入れてくる広告枠と、はい、あのまあ、ラジオ局さんと実は一緒にラジオ局さんとか新聞社さんと一緒に作ってる私たちが一緒に作ってるメディアもあるんですけど、はい、そのどちらかを売ることで収益を上げています。なるほど、はい、であの2019年とか、まあ、2年ぐらい前ですねはデジタル音声広告って何っていう、あ、もうみんなピンと来なかったんですね、はい、今も結構そうだと思うんですけど何それみたいな感じで、電通さんとかがあの広告、まあ、第一党のこう電通さんとかが2019年にそのデジタル音声広告だけのパッケージプランみたいなのを出すみたいな。あ、やっぱさすが電通で広告代理店の、ね、はい、ナンバーワンですから、はい、やっぱ最初に始められたわけですね。そうですね、ちなみにその1週間後に僕らも出しました。なるほど。でその時は、まあ、なんか誰が買うのみたいな、どうやって買うの、なんで出稿するのっていう感じだったんですけど、あのここ2年経ってだいぶこう出稿もかなり増えてきてるっていう感じですね。例えば、はい、あの具体的にこういう業界が結構そのラジオ、はい、デジタルラジオ広告の出稿に積極的とかそういうのはありますか。はい、そうですね、これもしかしたらラジオとかと被るかもしれないんですけど、はい、あの無形商材がやっぱ相性がいいなと思ってて、無形商材金融だったりとか、あとはあの音楽とか、まあ、映画とかコンテンツとか、うん、あとサービス業ですね。つまり形のない、はい、ものってことですね。資格で訴求できないもので、サービス業は例えばクラウドサービス SaaS とか、はい、B2B SaaS とかも出向ありますし、そうか、そういうのはなかなかこう物を見て、はい、こうですって絵でテレビで説明できるようなもんじゃなくて、そうですね、音とか声でちゃんと効能とか良さを説明する必要があるから、はい、逆に向いてるわけですね。そうですね、あとはあのそれこそラーニング系の出向とかもありますよ。オンライン学習みたいな。オンライン学習、あれも結局無形商材じゃないですか、ね、はい、価値を伝えていくのに実は何かを見せる必要はなくて、うん、耳に伝えればいいっていう、はい、こういうわけで八木さんのね今音なるは広告出向なんで、まあ、いわゆる我々 B2B って言いますけど、はい、いわゆる企業と企業の間を結んでそこで、まあ、あの収益を上げるっていうビジネスなわけですけど、一方コウさんのブックスはそのまさに僕もリスナーですけど聞いてるの我々一般ユーザーじゃないですか、一般リスナーが聞くじゃないですか、ということはあのブックスもおそらくこれからもっとこのいわゆるビジネスとして収益化っていうのを考えなきゃいけないと思うんですけど、我々あのこの場合一般リスナーが聞いてるんでどうやってこう、まあ、収益化をしていこうって今は考えられてますか。そうですね、ま、やってることがそのストック型コンテンツビジネス、ストック型コンテンツビジネス、はい、そうですね、ですので、まあ、つまりコンテンツ、つまりこの、はい、あの内容をどん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 溜まっていくわけですよね、はいはい、あのアプリケーションの中に、はいはい、そうですね、それを、まあそのま、でも我々やっぱこだわって作ってるのは、はい、本当に学びにつながる良質なコンテンツだけを作ると、エンタメとかはあんまり入れないようにこだわっていて、うんうん、なのであの今第一のオプションとして考えているそのビジネスモデルっていうのはそのユーザー課金ですね。なるほど、実際に聞いてくださってる方から少しずつお金をいただきたいっていう、はいはいはい、それをまあ多分6月ぐらいから少しずつ導入してテストしていて、うん、でまあ将来的にはやはりその今回入山先生もそうですけどご協力いただいたそのスピーカーの方々にもちゃんと還元したいので、例えばそのビジネスモデル自体が確立できたら、はい、その後はレベニューシェアとかもそのスピーカーの方々に提案させていただきたい。レベニューシェアっていうのは、はい、まだ一切そういうお話はいただいてないんですけど、もしかしたら未来的には例えばですけど、はい、仮に僕の漫画と経営学がめっちゃ聞いていただいたら一部を僕にも戻していただいてみたいなことをやっていこうっていう。そうですね、そうすると喋る側もやる気が出るっていう、はいはいはい、なるほどね、そうするとその6話ではなく、まあ、増やしていくのか、うん、そういった可能性も出てきますし、まあ、もろもろ検証しないといけない要素は多いんですけど、目指したいのはそうですね。この辺をぜひコウさんと八木さんお二人にお伺いしたいんですけど、この広告って分かりやすいと思うんですよ、はいね、広告ですからあとはそこに載せるだけなんで、だけど一方で我々がその音で聞いてるものにお金を一人一人が払うかっていうのがすごい重要なポイントだと思うんですね。これ例えば八木さんはどういうふうに思われますか、外から見てて、はい、
お金払うだろうかっていう、ものによるかなって思いますね、うん、でそれこそ本当に学習コンテンツとかは一番可能性あるんじゃないかなっていうふうに、投資対効果が結構見えやすいので、しかも効率が上がるのが学習コンテンツはいいなって思います。なるほど。私本読めないんですよ。あ、全然本読めない。八木さん本読むの苦手。そうなんです。でも音聞くのすごいいいので、あ、結局本買う代わりに払う人すごい出るだろうなって。世の中にはそういう人がいるんだ。たくさんいます、私のような人間が。なるほどね、はい、そういう人が今まで本興味あるんだけど読むの苦手だった人が、その著者が喋ってくれるやつならお金を、はい、払ってでも学びたいと思ってくださるかもしれない。そうですね。かつそれがビジネス系のものだったら特に、それ学んだらその分儲かるかもしれないとかだと分かりやすいなと思います。じゃあブックスのビジネスのアイデアはいいんじゃないかっていう。はい、そこにピンポイントなのはすごいいいなって。どうですか、高さん今結構チャンスあるよ。ありがたいですね、ありがたいコメントいた。ただその課題もあって、やっぱその、うん、じゃあその今日午後またチームメンバーと話をしてきたんですけど、はい、日本の人口の中で本当にビジネス書を読んでる割合ってどれぐらいいるんだろうって聞かれて、うん、4割ぐらいはいるんじゃないですかって答えたら1割ぐらいしかいないって言われて、そこでまずちょっと絶望感を。日本ってビジネスをやってる方の中でビジネス書を読んでる人は1割しかいないんですか？全人口の中で1億2000万人の中で、はい、まあ、だから1200万人しかまずそもそもマーケットないですよと。そうですね、はい。一方で たまにそのファクトフルネスみたいなあんな分厚い本が100万部売れたりするわけじゃないですか、うん、そこに私はまた希望を感じたりして、はい、その希望とこの、まあ、頑張っていってもこれぐらいの市場規模だよっていう中でちょっと葛藤しながらやってる感じですね。やっぱそこは中国はね、はい、12億人いるわけですから。面白いですね。今それでもう一つお伺いしたいのが、まさに八木さんから、実は通勤時間っていうのは我々もうすでに時間の奪い合いで、スマホゲームもあるし、ね、動画もあるしっていうお話いただいたんですけど、そう考えると、まあ、改めてこの他のメディアとかにはない音のメディアの強みっていうのは何なのかっていうのを教えていただきたくて、競争激しいわけじゃないですか。音って何が強いんでしょうか。じゃあちょっと八木さんからどうですか。はい、私ちょっとさっき申し上げたところでもあるんですけど、はい、まあ、よく私が聞かれるのはなんで音声なんですかと、うん、いやもう動画広告でいいじゃないですかと、はいはい、動画広告の劣化版でしょって言われるんですけど、いやそうじゃないんですと。まず時間 の使い方で言うと、いや16時間あなた起きていますけどずっと動画見てるんですかって、隙間時間とか、あ、なんですかね、動画に接触できる時間って意外に少ないですよ。視覚使えない時間結構長いですよっていうところで言うと、私は生活の隙間に入り込めるメディアだと思ってて、生活の隙間に入り込める、はい、これまでコンテンツに接触できなかった、それこそ犬の散歩とか、私もよく通勤で聞いててすごいなってこの時間って思うんですけども、その隙間すらメディアだったりコンテンツに触れられる時間にできるっていうのが特徴で、でこれまで動画とかが入り込めなかった隙間に入り込めるのが音声メディアの強みだと思います。なるほどね。コウさんいかがですか、隙間に入り込めるっていう。そうです、まさに狙っているところであって、ちなみにこれはながら聞きとかって言ったりします。そうですね。あとはちょっと学びの視点から申し上げますと、うん、さっき本読めないっていう話あったと思うので、私も結構本開いてもなかなか進捗が遅いタイプで。2人とも面白いですね。やっぱ音メディアビジネスやってる2人が本読むのが苦手っていう。進捗が遅いんですね。進捗が遅い。はい、はい、なので結構聞いてインプットして、そこから新しいことを知るのが多いんですね。でも経済学のやつもね、さっきその、はい、北京大の先生のやつ300回あるのに9割いったわけですよね。はい、そうなんです、はい、であと私からすると、その多分それも多分中学校高校とかのトラウマから来てると思うんですけど、うん、本を読もうとすると全部頭に詰め込もうっていう意識が働きすぎて、まさにこう受験戦争の申し子発言ですね。清華大学に行くにはやっぱそれぐらい勉強しなきゃ、本を全部理解しないといけないっていう。そうなんです、それ余裕がないんです。面白い。余裕がなくてすごい疲れてしまって、うん、そこから進捗が遅くなるわけなんですけど、教学関連ですね。はいはい。でも音声だと余裕ができるんです。余裕ができると、その勝手に想像するんですね。聞いた情報を頭の中で処理して、そこから想像して、うん、それを記憶に残すっていうことができるので、その本を読むとき得た感動と音声で何か新しいことを聞いたときの感動を比べると、うん、後者の方が圧倒的に大きいんですね。で多分日本のほとんどの方々は文字で学べるとか動画を見て学べることに慣れてきたと思うんですけど、うんうん、音声で学ぶっていう感覚にはなかなか慣れてないんじゃないかと思うので、多いですよね、はい、
チャンスといえばチャンスで、ちょっとまあ習慣作りが難しいといえば難しい。だからまあもう本当に新しい体験を我々に提供しようとしてるんですね、ブックスはね。はい、そうか。じゃあ意外とこう受験勉強で詰め込み、日本にもいっぱいいますんで、僕もそうでしたけど、そういう人で覚える疲れになってる人には意外と音声で学ぶって新しいチャンスかもしれないですね。私はその新体験、まあ、本のオルタナティブって言われてもいいんですけど、そういう新しい感覚を広めていきたいなと。本のオルタナティブね。もっと言うと、これもまあ活字にものすごい詳しい方に言われたんです、うん、文字ができた歴史って400年ぐらいしかないんですよ、実は、はい、人間って本当はもっと400年、はい、4000年ぐらいですね。4000年、はい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 、あでももっとその音声で学ぶことは別にそんな違和感ないわけなんですけど、まあそうですね、人類はね、はい、だって文字よりもはるかに前から言葉で交流してましたし、もともと文字がない文明もありますからね。はい、そうですね。なのであの私的には違和感ないんですけど、うん、どうしてもやっぱ活字に慣れてる方からすると、逆に音声で学ぶ方が、まあ、集中力あの求められるし疲れるらしくて、そこを変えていくのが今のその課題だなっていう。面白い、はい、面白いですね。八木さんいかがですか？そうですね、私も結構あのそれ思っていて、うん、どうなんでしょう、日本の人たちはやっぱ活字好きですね、よね。なんか漫画とかあの動画コンテンツが台頭するのって、結構やっぱそれは国民性とか、なんか民族的な、これは日本人が特にそうなんですか、なのか、ただ慣れてないだけなのかって思うんですけど、うん、ただあのサブカルコンテンツとかでも日本って結構発展するじゃないですか、漫画とかアニメとか、はい、素晴らしいものが出てくるっていうのは、やっぱ結構そこが逆に口語文化じゃなくて活字とか視覚文化なのでなんじゃないかというのは結構。日本っていうのはもともと活字ね、漫画も強いし、はい、なんかツイッター大喜利みたいのもあって、はい、ああいうね面白い文章書く人もいるし、で我々もその慣れてますよね。で、まあ、よく言われるのが、実は日本語っていうのはひらがなと漢字の組み合わせなんで、はい、結構限られた、例えばツイッター140字の中に入る情報量が英語よりハイコンテクストでいけるってことですね、はい、多いし、はい、みんな日本語でハイコンテクストで理解できちゃうから、はい、みんな活字に流れちゃうっていう、はい、っていう国民性はあるのかなと思うのが日本の話なんですけど、はい、まあ、でも ものすごいもっと遡ると、数百万年で遡ると、まあ、あの言葉と、あとこの身振り手振りが一番原始のコミュニケーションであるはずなんです、はい、人類としては。そうですね、っていうところに絶対にこれがなくならないですし、価値が本質的にあるっていうところを感じてます。なのですごい共感できますね、その先ほどのあの言葉が、活字が出てきた歴史は実は浅いっていう、ね、なるほどね、はい、4000年しかない、間違えてしまったんですけど、そうするとあのお二人に最後にお伺いしたいのは、これからね、特にまあ日本でこの音声ビジネスっていうのがもっともっと盛り上がって活性化して、まあ、ビジネスとしても成立するっていう時に、こういったことを期待したいとか、こういったことが鍵とかヒント条件になるんじゃないかみたいなことって何かありますか？私先ほどの話にも通じるんですけど、なんかちょうど今その1月2月とかでクラブハウスが現れて、はい、大流行りしましたね、クラブハウス、はい、なんだすごいぞってなってるじゃないですか、はい、であれ実は多分音声系のメディアだったりとか、あの多分ラジコとかもそうなんですけど、ユーザー数、私たちの広告問い合わせとかもそうなんですけど、すごい増えてるんですよ、ね、うん、であれ何が起きたかっていうと、あの音声の価値に気づいた人が増えたなってクラブハウスをきっかけに思ったんですよ、はい、音声の価値が変わってるわけでは私はないと思っていて、もともと価値はあるんですけど、あのみんな多分動画と活字でよかったのに、あのクラブハウスきっかけでなんか音声なんだふーんってやった時に、音声いいなって多分思ったと思っていて、はいはい、で日本はあの音声文化が根付いてないわけじゃなくて、気づいてる人がまだ少ないんじゃないかとか、うん、そこのきっかけがまだなかっただけなんじゃないかっていうのは結構思っていて、まあ、ラジオがあの唯一のメディアだったみたいなところから、このあとそれがすごい膨らんでくるのかなっていうのは結構感じているので、きっかけが重要っていうことかなと思う。広告、デジタルの広告っていうのは、まあ、何種類かしかないわけです。リスティングとかディスプレイ広告、はい、動画っていう中で、音声っていうのは一つのもうアドフォーマットなんですよね、うん、そういうものに並ぶものの一つになるので確実に伸びます。なるほど。ただまあどれぐらい伸びるかっていうのは国によって違うかもしれないですね。なるほど、はい、まだないだけですっていう。ありがとうございます。コウ、はい、さんはいかがですか？そうですね、もうその隣の国見るともうすでに中国ね、はい、何種類のビジネスモデルが成り立ってますので、まあ、6億ダウンロードですからね。そうですね、はい、それ以外の、まあ、プレイヤーも出てきて、はい、かつちゃんとマネタイズできて、まあ、事業としてみんなやってるわけなので、うん、で日本にも十分その可能性あると思っています、はい、であとは先ほど申し上げた通り、あのここ数年やっぱプレイヤーが増えてきてますと、うん、スタンド FM さんとかレックさんとか日本でもね実際増えてるわけですね、はい、で皆さんみんな資金調達できてるんですね、うん、あ
ちゃんとつまりお金を集められてる投資家を投資してるってことは、はい、投資家は未来があると思ってるってことですか。そうなんです、はい、やっぱ資本市場がいいと思ってるわけなので、はい、なのでチャンスは全然あるんじゃないかって思うのと、あと YouTube もそろそろ皆さん限界を感じてきてるんじゃないかっていう気もして、うん、そうすると多分違う媒体に流れていく流れがこれから出てくるんじゃないかと思うので、まさにクラブハウスに火つけられ、うん、これから伸びていくんじゃないかと思います。動画疲れみたいなのと。なるほど、まあ、そういう意味ではなんか今日お二人の話聞いてると音ビジネスは日本でもねすごくこれからこの 1,2 年すごく可能性がきっとあるんでしょうね。というわけでその辺を期待したいと思います。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。